日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら、先日ジョージアさんからこのようなものが届きました。まあ届きましたというか、ちょっと企画で当選したんです。これ何が入ってるんでしょうか。結構大げさな荷物が入ってます。重いです。では本日はこちらを開けていきたいと思います。ちょっとこれどうやって開けるの。え、ちょっと待ってくださいね。はい、開きましたって思ったらまた下から箱が出てきて、一体何重にされてる、なってるんでしょうね、この箱。あ、こちらはすぐに開きました。はい、中にはこのような冊子と商品が入ってますね。この商品、これは一個ね、瓶でしょうか。コーヒーですね。まあそれは見ればわかりますけど、ちょっと待ってくださいね。これジョージアスペシャルブラックダブルアロマテイスト、ダブルアロマテイストというコーヒーの瓶ですかこれ。ちょっと待って、瓶栓抜きなんか持ってないんだけど、どうしようか、せっかく当たったのに。で、こちらはあ、グラスですね。このグラスにコーヒーを注いで飲んでほしいということなんでしょうか。しかし自分栓抜きないんだけどな、どうしよう。チャンネル登録よろしくお願いします。今ネットでいろいろと調べて、なんとか栓抜きの代用に使えそうなものをいろいろ試して開けることができました。では早速注いでいきたいと思います。せっかくですからね。あれや、瓶が小さいか、もっと入ってると思いますけど、意外と入ってないものです。まあこのぐらいが適量なのかもしれませんが、では香りはそこまで強いような気はしませんが、飲んでみますね。いえ、ただ手間取っただけです。味はそこまで目立って違うというわけではないような気がします。味はかなり苦味が強くて大人向けのコーヒーです。いや、コーヒーはそもそも子供が飲むものではない。なので甘いケーキとかによく合いそうですね。かなりさっぱりとできますので、朝の一杯にもいいかもしれません。というわけで、こちらのジョージアスペシャルブラックダブルアロマテイストは4点とさせていただきます。で、いつもならここで一句読むのですが、本日は一句読むのではなくて、ちょっとお知らせをさせていただきたいと思います。先日もうご存知かもしれませんが、自分はツイッターのコミュニティで日常演舞の舞台裏というものを作りました。概要欄にリンクを記載しておきますので、そちらからコミュニティにも参加してくださいね。動画では見せない裏側とかもゆるーく投稿しています。というわけで本日はこちらのジョージアスペシャルブラックダブルアロマテイストを飲んでみました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録コメント高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。